すっごいだんだんしてない？どうしたんだろう？こんばんは。めちゃくちゃ落ちましたよね。なんか緑っぽ。今日のファッション。特にね。ついにヘアオイルがなくなりました。見て、赤買ってみた。多分これだよね、赤って言ってたの。あ、おやすみなさい。こんばんは。ね、遅くなっちゃったの？ごめんなさい。思ったより遅くなっちゃった。ほら、赤。匂いが分かんない。なんか赤はいいらしいです。噂によった。なんかさっきオレンジ前回使ったんですよ。赤がおすすめって言ってたから見てみました。明日から使うね。今日ちょうどなくなったから。見て、このまとまりを。素晴らしいよね。こんばんは。どう違うのかまだ塗ってないのでわからないんですよ。だけど赤がめっちゃいいって聞いて、そう、赤おすすめだよって。そのオレンジ買って見せた時に、あの、赤おすすめだよって言ってくれたんで、だから買ってみました。ね、ダメージ用。なるほど、だからいいのか。そう、いいよって言ってた。こんばんは。え、漱石さん、ちょっと、どうしよう。なんかちょっと考えてることがありまして、あのね、ちょっとまだちゃんとは決まってないからあれなんですけど、今のところで考えてるのがあって、あの、1日1回、とりあえず1回にする。ちょっと2回はちょっとできるか分かんないけど、とりあえず1回、あの、ショールームを1日1回、なんかホームルームみたいな、学校のみたいな感じでやってみたいの。だから朝のホームルーム、夜のホームルームみたいな感じでやりたいんだけど、夜が公園ある日ができないんですよ。公園ある日とか、レッスンが遅い日とかだとできないんですよ。だからちょっと夜はちょっと要相談で、ちょっと今考え中なんですけど、そう、夜間に合わないんですよ、時間的に。だから朝は絶対できると思うんです、多分。どうです？なんか学校のホームルームできな感じでやってたらさ、ちょっと楽しそうじゃないって思った。どうでしょうか。劇場でできるのかな。どうなんだろう。どうなんでしょうね。
さっきの朝11時？うん、さっきの朝は7時とかじゃない？さっきだっていつも6時半に起きてるから。だから朝やるとしたら、もしかしたら時間その日によって違うと思うんだけど、もしそこにレッスンが入ってたりしたらできないんですけど、できるんだけどなんかちょっと早くしちゃったりなっちゃうと思うけど、でも大体は先の目標は7時から8時の間で、もし朝からレッスンがあったりしたら5時とかになっちゃったかもしれないけど、早くなる場合は多分言うと思う、明日早くなりますって言うと思うので、多分分かるっていうか、ツイッターとかで多分言ってると思うので、それ見たらって感じです。どうでしょうか。夜はちょっと分かんないんですよ、本当にできる時とできない時がバラバラすぎて。朝は全然平気なの、7時とかからなら全然平気なんで、朝の7時から8時の間らへんで15分くらいね、あんまり長すぎてもあれだもんね、多分ホームルームだから。どうでしょう。どうでしょう。そしたらさ、ちょっと夜は多分普通に長い時間やると思うけど、朝はそんな長くはやらないと思う。どうでしょうか。なんか暗くないと思ったけど気のせいだった、まつげの影だった。なので7時から8時の間に毎朝大体ね、大体ちょっとレッスンとか入っちゃったりしたら、それはもう前日の夜かな、多分前日の夜に多分言うと思います。できないので5時からしますとか、朝の5時からしますとか言うと思うので、はい、どうでしょう、いいですか。早速明日から7時くらい、どうでしょうか。明日から早速どうでしょうか。7時いいです。ね、なんかホームルームにしちゃえばいいかと思って、なんかさっきすごい長くなっちゃうんですよ、いつも長くなっちゃうからさ、だから15分くらいで目に入る髪の毛が、なんかショールームじゃない、ホームルーム的な感じで、朝のホームルームみたいな感じでやりたいと思います。全然無理のない範囲で全然無理ないです。だから明日から早速、多分だいたい7時からだと思います。7時から8時の間に絶対やるので、ま
たい基本は7時でした。始める。楽しみにしててください。多分7時だったらさ、あれだよね、多分見れるかな、どうだろう。8時だとさ、ちょっと遅すぎるよね。どうなんでしょう。もうちょっと早い方がいいぜ。こんばんは。 ありがとうございます。優しい。優しすぎる。どうなんでしょうか。なんか巻きすぎちゃった前髪。なんか変になっちゃった。どうしよう。の方が見やすいですよね。8時よりか絶対ね。だから基本7時から始めます。なので明日からお願いしますっていう報告なのか、なんだろうね。それを言いたかっただけなの今日は。それだけなんだ。それの確認許可聞いてみたっていうお話だけです。本日こんばんは。それだけです。はい、なので明日の7時、だいたい7時くらいからね、また毎日続けられるように頑張りたいと思います。こんばんは。というお話でした。もう15分だ、ちょうど。そんな感じのお話でした。ね、あ、そう。じゃあ次お話がいつでしたっけ。今月はなかった。来月ありますよね、お話会ね。あのね、お話会のお洋服をね、今日届いたの。買ったんですよ。で、今日届いたから、それも楽しみにしててください。こんばんは。 Thank you。 優しい。そんなこんなで本日の配信以上となります。多分すごい一日今までで一番短い配信かもしれない。全身の写真撮れるように頑張ります。写真があんまり好きじゃないから、撮るのは好きなんだけどね、自分撮るのが好きじゃないんですよ。多分気づいてると思うけど。分かっちゃうよね、あまりにも写真がなさすぎて。だってアルバムのカメラの写真、アルバムに入ってる写真、あの携帯の自分の写真全くないよ今。自分の写真撮って載せたらすぐ消しちゃう。
残ってんの10枚くらいしかない。バレてたですよね。バレちゃうよね。そうなの。うん、椿さんであだ名つけたし。へえ、なんだろう。どんなのがいいんだろうね。つばっきーとか。つばっきー、こんばんは、どうでしょう。え、それともなんか名前なんていうの、バッキーみたいな感じでもいいってこと。名前入れたい、全部。こんばんは。え、本当に関町行きしてくれてるんですか。嬉しい、本当に。なんかいい写真みたいな、なんかさ、いい、なんか映えみたいな、ああいうの撮ってみたいけど、わかんない。わかんないから撮れないんです。あ、つばっきー、本当。じゃあつばっきーでお願いします。つばっきーかわいい。つばっきーかわいいよね。かわいい。本当にですか。写真向かして、え、嬉しい。え、じゃあいっぱい写真送るね。いっぱい写真送ります。こんばんは。分かった、笑顔の写真 OK です。合格。うーんってあげとくね。めっちゃあげとくね。この辺まであげとく。あげとく、あげとく。お待ちしててください。めっちゃプリプリだな。本当に。嘘、そんなことないよ。信用してなくはないよ。めっちゃ鼻かむやん。アレルギーですね、完全。アレルギーと戦っております。そんなこんなで今日は伝えたいことを伝えられたので、もう席は満足。明日も早いので、寝れる方は早く寝ましょう。今日も目指せ11時、就寝。7時、明日は7時、朝の7時からホームルームを始めたいと思います。こんばんは。早起きできなかったらそれは遅刻です。遅刻なので、あのホームルームなので遅刻になります。欠席ということで。遅刻じゃないね、欠席だね。本日欠席になってしまいます。ご注意ください。
それでは、めっちゃ先生だね。それではランキング見たいと思います。15位、ボイドさん。14位、シンさん。13位、小町さん。12位、増田くんさん。11位、スーさん。10位、 YK さん。9位、アレキシさん。8位、ゲネスさん。7位、めっちゃ天才さん。6位、千秋ごぼうさん。5位、チョコレモンさん。4位、くんちゃんさん。3位、もんたさん。2位、ゴリポンさん。1位、ワイルドストロベリーさん。おめでとうございます。オッケー、つばきさんっていうね。オッケー。6位、つばきさん。オッケー、次からね、つばきってちゃんと言うね。おめでとうございます、皆様。そしてありがとうございます。ほんのちょびっとだけど、また楽しいし、会う方は会いましょう。いっぱい寝てね。いっぱい休んでね。おやすみなさい。バイバイ。わーわーい。